こんにちは、ダイスです。今回はゼルダの伝説知恵の借り物続きからやっていきましょう。インパさんからの贈り物で馬もらったので、とりあえずもう一回戻ってきてみました。あれ、新しい子がいる。あれ、続き、とりあえずインパさんのところ行ってみますね。もしかしたら続きにもう一個あるかもしれないなとか、話が聞けるかもしれないなと思って戻ってきてはみたんですけど、入り口の子がちょっと新しいミニチャレンジ出してましたね。牧場主から聞きましたぞ。姫様も怪我はなく白馬を受け取られたと聞き、このインパ安心しました。純白の馬で平原をかけられる姫様、さぞやお似合いでしょう。いつかこのインパにもお見せください。外までいるんだけどな。一緒にちょっと行けないからね、しょうがない。兵士が増えていた騒動ではご助力いただきありがとうございました。紛れ込んでいた格闘は一流の兵士になるまでみっちり鍛えるつもりです。この辺の話はちゃんと聞けてるね。あれから怪我とかしてないか、大丈夫そうか。とうとう勇者と合流できたのだな。彼も無事で本当に良かった。姫巫女と勇者は揃った。残るはヌールとの戦いか。これがきっと最後の戦いだろう。まあ、それちょっと行っちゃうと戻ってこれないので、その前の世界なんですけどね。もう一回勝ってるからもう大丈夫だと思いますけど。やってなかったミニチャレンジをね、進めていってる感じで、クリア後の世界は王様の話は変わらないのかもしれないですね。変わるのかな。そして、この子いいもの見つけた。何、何の話かな。姫様、ねえねえ、これ見て、ペペロミが見つけたの。この葉っぱ持ってたら幸せになれるんだって。ペペロミ、この葉っぱパパにあげたらね、すっごく喜んでたの。だからね、お姫様もお姫様のパパにあげるといいよ。あ、すごい、四つ葉のクローバーだ。幸せの四つ葉。城下町の少女がくれた四つ葉の植物、ハイラル王に届けしよう。お届けするのか。今行ってきたばっかりなんだけど。姫様の、パパもお幸せにしてあげてね。やった、いい子だね。ワンちゃん待って、行っちゃった。秘められた思い。先に話しかけてから行けばよかったですね。またさっき来てたところに戻る感じになっちゃいました。まあこういうことも結構あるのでね、しょうがないかな。魔物の情報でしたら後でね。はい、よく帰ってきたな。これもらったよ。私に渡したいものがある。そうか、町の子供が私にこれを。幸せを呼ぶ墓、面白いものを見つけてくるものだ、子供の名前はペペロミーと言ったな。その子には感謝せねばな。王様報告です。何、あれ何事だ。実は町のペペロミという子供が平原に出て行ってしまいまして、見張りが目を離した隙に南門から飛び出してしまったようです。なんだって、報告ご苦労、では兵士を南門に集め、すぐさま捜索隊を編成せよ。ペペロミとはこの葉をくれた子供のことか。ゼルだよ、そなたにはなさねばならないことがあることを承知の上で頼ませてくれ。ペペロミを探すのを手伝ってはくれないか。妙な胸騒ぎがするのだ。兵はペペロミが南門から出て行ったと言ったな。兵に聞けば詳しい情報を得られるはずだ。ちょっと行こう。こんな感じ。お父さんあんまり話変わらないのかなって言ってたのに、めちゃくちゃ変わりましたね。フラグだったの、私の話。はい、ということで南門の兵士さんに聞きに行きましょう。南門、普通に多分ここの門だと思う。手がかりは、はい、手がかりは、おお、これは姫様、ペペロミ殿は犬も追いかけてこの南門から街道を走っていったそうです。街道沿いを中心に兵士を先行していますので、よろしければ彼らの話も聞いてください。私の娘はどこです？あなたたち一体何をしてたのです？我らハイラル兵一丸となって娘さんを探していますので、どうかお待ちを。パパはこっちの人は、はい、ペペロメちゃんとっても足が速かったです。気づいた時には見失っていました。足速かったんだ。
じゃあちょっと馬で行こうか。街道沿いって言ってたから ここでいいと思うんだよね。あ、なんか普通にいる、はい、いた？犬見つけてない。南に向かったと思われます。あ、いた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 。はい、ちょっと待って、話しかけたい。見つけた、はい、姫様にもご協力いただけるなんて大変心強いです。ジャブール水域方面は我々が探します。姫様は西側の街道を探していただきたい。はい、東方面の街道を探しています。やっぱ西なんだね。じゃあ西側行こう。こっち行かないようにされてるね。南の草原方面は私にお任せを。他の街道沿いお願いします。さすがにここはいないから、後ろ側かな。こっち、ね、いない。お、なんだってって言ってる。なんだって。はい、ちょっとライネル出しとく。やっといてライネル。おお、すごい、ありがとう。なんだって。姫様大変です。この先に新しい裂け目ができたようなのです。我々も確認中なのですが、もし裂け目に近づかれるようならお気をつけください。迷子に裂け目、大変だ。巻き込まれちゃってるかな。この先に裂け目ができてる。あ、ここか。本当だ、普通に裂け目がある。いけない、こっち側から。まさかこの中にって言われてましたよね。あ、ここ開けてないんだ。はい、調べる。よし、いられ牧場側の近くだったんだね。あ、犬いる。まさかゼルダ様、ちょうど良いところに。子供を探している最中、この裂け目を発見したのですが、この犬が一歩も動こうとしないんです。もしこの犬がペペロミという子供と一緒にいた犬だったとしたら、まさかこの中に。え、行こう。まさか中、ペペロミちゃん。これそういえばさ、これ驚いた後話しかけたことないんだよね。これは一体、あ、一言だった。じゃあ行きましょう。ここなんだろう、名前がわからないよね。仲間の気配は全部で3つくらい。ペペロミちゃんいる。ハイラル平原南部の無、いたね。この子いなくなったペペロミちゃんだね。見つかってよかった。裂け目を消せば助けてあげられるよ。ちょっと頑張っていこう。じゃあこっちから。あー、なんか怪しい感じするね。回り道できなさそうですよね、ここ。どうやって上がろうか。チュラはここダメっぽい。普通に何で上がるかな。ウォールチュラ持つ。あ、待って、いや、ダメか。一緒に行こうと思ったんだけど。チラーと一緒だったら多分行けると思うので、タイミング見て一緒に行ったらいいんじゃないかな。投げる。あー、行かないで。これをどうにかしなきゃダメか。どうしよう。エレキミツ、これやってもらえばいいんじゃない。ハウスの先に、し
したらいいのか。ナイスー、もう一体いるんだけど、いけます。ナイスー、これでいけるね。はい、で出して、ほっ、一緒に行きたいんだけど一緒に行きたいんだけど、うまく行けたことがないんだよね。連れて行ってほしい。持つじゃダメなんだよね。どうやってやればいいんだろう。これ上に一緒に行きたいんですけど、あ、そこ行きたいんですけどそこ一緒に行きたいんだけど、シンクすればいいんだと思うんだけど、壁でうまくシンクするのってどうやってやるんだろう。はい、これで、あ、待って、今ので相手の動きに合わせるってやったら飛ばしてくれるかな。あ、間違った。はい、で相手の動きに合わせる。お、いけたいけた、ありがとう。どうもね。壁あんまりね、登ったことなかったんですよね、そういえば。これってでも普通に何もない気がするから行っちゃおうか。はい、次いますね。ちょっと待ってね。はい、発見。ライネル強いな。調べる。これで2個目で、残りが3個目があるから、それを探しましょう。ライネルそのまま一緒に生きる。はじめましてだ。この子何？もしかして飛べる？アルバトリー。え、海上を飛び回り、じっと獲物に狙いをつける。少しなら水の中に飛び込める。そうなんだ。いや、飛び込んでいってる。え？え、これなんかさ、潜ってさ、もう自分でやるしかなくない？タイミングが分かんないな。どこだ。これで OK か。ああ、うう、はい、 OK。 でこれでやめて調べる。さっきの子にやってもらった方が良かったのかもしれないけど、まあできたからいいことにしましょう。これでここの無が消せるから、ペペロミちゃんが戻れるはず。一番最初の壁登りが難しかった。仲間たちが僕に力を分けてくれた。これでどこまで行く？あ、半分ぐらいまで行ってる。やったね。いや、よかった。あ、後ろいなくなってるね。もう戻ってるのかな、このタイミングで。戻ってきてる、よかった。おお、ゼルダ様すごいです。裂け目が消えて子供が帰ってきました。お姫様だ、どうしてここにいるの。ゼルダ様が君を迎えに来てくれたんだよ。そうなんだ、ありがとう。じゃあお姫様一緒に帰ろう。ゼルダ様ありがとうございます。我々だけではどうなっていたか。私は他の兵士たちに知らせてきますので、この子と先にお城に戻っていただけますか。ペペロミね、いっぱい遊んでお腹空いてきちゃった。かわいい。あ、今回はもうそのまま帰るみたいだね。
いや、よかったです。この度は娘を助けていただき本当にありがとうございます。娘が町を飛び出していったと聞いた時はどうなることかと思いましたが、いや、ゼルダ様のおかげで娘が見つかりました、うん、無事に見つかって何よりだ、うん、ペペロミよ、怪我がなくて何よりだが、そなたの父上はとても心配していたのだ。今度からは勝手に外に出てはいけないぞ、うん、パパ心配してたのをごめんね。ペペロミ、今度からちゃんと気をつける、うん、そしてそなたからの贈り物、ゼルダから確かに受け取ったぞ。この場を借りて礼を言わせておくれ。ありがとう。いい王様だよね。さあ冒険をして疲れただろう。お前たち彼らを城下町まで送り届けてやりなさい。かしこまりました。王様、お姫様、バイバイ。あ、ほらペペロミ、待ちなさい。すごいよね、王家とこう人の距離が近いよね。この世界すごくいいと思う。ゼルダよ、そなたの助力感謝するぞ、うん、思えばそなたが幼い頃にも似たような騒ぎがあった。え、幼い頃のそなたは随分と活発な少女だったな、うん、たった一人のまな娘だ。何かあるたび心配したものだが、気づけば随分成長していた。私の助けなど必要がないほどに。だがな、ゼルダよ、私の助けが必要ないほど強くなろうとも、そなたは私のたった一人の娘。そなたがどんな使命を背負おうとも、それだけは変わらないのだ、うん、このドレスをそなたに。お、いつものドレス。ハイラル王国の王女のための美しいドレス。身につけると気持ちがシャンとする。お、城を抜け出す際インパに預けた霧だったろう。それはそなたがハイラル王国の姫である証、つまり私のたった一人の娘である証だ。我が娘よ、そなたは私の宝、私の幸せそのものだ、うん、私はそなたの無事をこの幸せの四つ葉に願おう。どうか無事で、疲れたらいつでも帰ってきなさい。なんかすごい感動の物語だった。そなたは王国の姫である前に私の娘、私の幸せそのものだ。そなたの無事をこの幸せの四つ葉に願っている。疲れたらいつでも帰ってきなさい。インパさん、いい話だった。いなくなった少女が見つかって私もホッとしました。しかし裂け目は恐ろしいですな。姫様がいなければどうなっていたか。城下町の少女の捜索、ご助力いただきありがとうございました。魔物の情報はっていうのは今聞けないけど、めちゃくちゃ良かったですね。女の子いるのかな。あとちょっと着替えたいですよね、姫の服に。これね、今のところお忍びの服と、旅の装束、これね、と今回のでいつものドレス、いつものドレスになった髪型もね変わるんですよね。いつものドレスちょっと嬉しいよね、これでお出かけできるの。お外にペペロミちゃんはもういないのかな。ちょっと気になるので探してみましょう。あと私の馬置いてきちゃってる気がする。ペペロミちゃんちょっと見当たらないね。うん、ないかも。ちょっとお馬さんがどこにいるのかってわかるのかな。あ、出ないね。これさ、人参で呼び出すとかないです。ちょっとやってみてもいいですか。まさかの人参置いたら来てくれるとか、そういうパターンのやつではない。どこにいても匂いを感じて出てきてくれる気がするんだけど、そんなことないのかな。人参、あ、やっぱりこの人参呼び出し器だったやったー、やっぱそうなんだね知らなかったです。前回からねずっと一緒にいたんだけど、ワープしてもこの人参で呼べるって分かったのでよかったですこの動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you。